皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。にゃす。ということで今日は旬のナスを使って見た目も可愛らしくナス1本でボリューム満点まん丸ナスオムレツを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ナス1本 150g のヘタを切り落とし、1から 1.5 センチ幅に輪切りします。輪切りしたら5分ほど水にさらしてアク抜きします。カニカマ3本を1センチ幅ほどに切り、包丁の側面をすりつけながらほぐしておきます。はい、では今5分水にさらしてアク抜きを終えたので、輪切りしたナスの中央にペットボトルのキャップを押さえつけ、ナスの中央をくり抜きます。ではこのキャップについたナスもこのような感じで箸を刺すか爪入れて取っていただければ取れるので、この部分も使うので取っておいてください。もしナスが小さくてキャップ入らない場合はスプーンを使って中央をくり抜いてください。中央をくり抜いたら、くり抜いたナスを手で細かくちぎってボウルに入れます。ではこのナスの端の部分、くり抜けなかった部分も包丁で細かく刻んで使います。ナスを細かくしたら塩小さじ4分の1を振り、ナスがしんなりするまで塩もみします。塩もみしたら手で握って水気を絞り、カニカマと一緒にボウルに入れ、ミックスチーズ 30g、卵1個を割り入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。卵を溶きほぐし混ぜ合わせたら、フライパンに油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、外側のナスをフライパンに並べます。ではナスを並べたら、中央の空洞部分に合わせた食材を流し入れます。はい、では食材を流し入れたら、そこに焼き目がつくまで焼きます。はい、ではそこに焼き目がついたらナスを返します。ナス結構油吸うので、油減ってきてる場合は調節して足してください。はい、では両面にこんがり焼き目がついたら完成なので、お皿に盛り付けましょう。OK。はい、でもあと味が薄く感じたら、醤油やマヨネーズなどお好みの調味料をつけて食べてみてください。ではこんな感じで旬のナスを使って焼くだけで簡単美味しいまん丸ナスオムレツの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬のナスを使ってナス1本でボリューム満点まん丸ナスオムレツを作ってみました。それでは本日はほろ酔いブルーハワイで乾杯。乾杯。シロップじゃあ早速いただきましょう。今回は旬のナスを使って中央部分をくり抜きながら、まん丸な見た目が可愛らしく美味しく食べられるナスオムレツを作ってみました。では塩もみしたこの塩気とチーズとかのね塩気でそのままでも美味しく食べられるので、まずそのままいただきます。じゃあいただきます。ん、重い。めっちゃ美味しい。
輪切りしたナスの中央をくり抜くことで外側がうまく型になり、中央に食材を入れてあとは焼くだけで簡単に美味しく作れます。ナスをくり抜く際もペットボトルのキャップを使うことによって形が崩れることなく簡単にくり抜くことができ、くり抜いた部分のナスを塩もみすることによってナス自体結構水分が多い野菜なので焼いてる際に中の具材がベタつかずに美味しく綺麗に仕上がります。くり抜いたナスに他食材や卵を合わせることによって中央でしっかりと焼き固まりオムレツ状になります。ナスにもしっかり火が通ってトロッとしつつもプラスチーズを入れているので外側のナスはしっかり食べ応えがありつつ中のオムレツ部分はトロッと美味しく仕上がります。でプラスカニカマを入れることによってこのカニカマの塩気や旨味もオムレツの中に入るのでとても美味しく仕上がります。調理工程もくり抜いて、もっとね、食材を合わせて中に入れて焼くだけで、フライパン一つ簡単に作れて、ナス一本もそれだけで食べると、ちょっとこう物足りなかったり、副菜になりがちなんですけど、結構ナス一本でしっかりボリュームもあり、美味しく食べられます。じゃあちょっと万能醤油をかけていただきます。うん。外側のナスがうまく油を吸いつつ中のオムレツの食材にも塩気があるので、そのままでも美味しく食べられます。味が薄く感じたらこういうお醤油つけたりとか、オムレツなのでちょっとこういうような感じで食べたい場合はケチャップをつけてトーストの上に乗せて食べても美味しく食べられると思います。で冷めても美味しいですし、ナスの水分も置いといてもそんなに出ないのでお弁当のねおかずに入れても美味しく食べられると思います。うん。はい。ということで今日はナス1本でボリューム満点、まん丸ナスオムレツを作ってみた動画でした。ナスの中央をくり抜いて中にオムレツの食材を入れることでナス1本でもボリューム満点にトロッとした食感がとても美味しいレシピになってます。まあ、結構しっかり味があるのでご飯のおかずにも美味しく食べられるレシピですので気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。ナスオムー。まんまるっていいね。